じゃあいいっすね。よいしょ。おはようございます。ドサンコライダーオクです。令和元年6月3日月曜日朝の7時18分、いつもの私からしたらですね、ちょっと遅めのスタートです。っていうのは、今日はですね、一人じゃないです。職場のビジネスパートナーの方と一緒にキャンプツーリングに出発しました。目指すは函館、道南の函館です。この日のためにですね、インカム買って、朝一発目ペアリング失敗しました。ちょっと会社が違うインカムで15分ぐらいいろいろやったんですけども、せっかくこの日のために買ったんですが、ペアリングできませんでした。なので、昔ながらの、ツーリングになります。はい、快調に、クルージングしています。ヘルメットのあごひも締めるのを忘れてました。あごひもパタパタ言ってる。235線の中山峠を越えて、洞爺湖サミットが行われた、湖の洞爺湖、その横にあるウィンザーホテル、そこを越えてですね、豊浦っていう、ボクシングのナイトチャンピオンの、出身地である豊浦、ここまで行って約2時間ぐらいですかね、休憩を取るということで打ち合わせをしております。快晴、本当2019シーズン私雨男なんですけども、2週間火曜日ピンポイントでですね、雨に打たれてしまって2週間ちょっと乗れなかったんですけど、そんな時もありますよね。今日の、ツーリング2人でキャンプツーリングしようねって打ち合わせしてから約1ヶ月前に打ち合わせしたのかな、1ヶ月から1ヶ月半前に約束をして、この日に設定してて、ね、これだけの天気に恵まれたんで、本当最高です。今国道235線、中山峠この頂上にもう間もなく到着いたします。中山峠の頂上からは羊蹄山、蝦夷富士と呼ばれているですね、北海道でも綺麗な、円錐の形をした、単独峰なんですけども、それがね、晴れてると綺麗に見えます、中山峠の頂上から。あと名物は揚げ芋、男爵芋を甘いホットケーキミックスかなでカラッと揚げたですね、もう本当昔からある名物です。これが、頂上、中山峠の頂上の、名産品なので、ぜひ北海道ツーリングで中山峠を越えることがありましたら、もう間もなく見えてきますけども、峠の、売店ですね、買って食べてください。金額はいやー今結構いい値段するんですよね。割り箸に、3個のじゃが、正面に今見えてるのは、肝別岳、これ羊蹄山じゃないんですが、この山も見る方向からしたら綺麗な形して、よく羊蹄山と間違えますね。はい、ここ中山峠、揚げ芋、ほら羊蹄山も綺麗に見えてる、最高ね。もし登山の好きなライダーさんでしたら、この山もぜひ登ってください。日本百名山の一つですね。結構ですね、この山登ってると全国の百名山を登ってきて最後のフィナーレだ
ていうことで設定して登ってる方にも結構お会いします。それだけですね、やっぱり北の最高の山ですね。あとは左側、これ今春しか営業してないんですけども、中山峠スキー場、あれはビッグキッカーの土台の残骸ですね、残雪まだ残ってました。いやー、中山峠気持ちいいです。ヤマハの MT10 でいいのかな、呼び名、すごいいい音してます。マフラーの音、トンネルくぐるときとか、まあ、信号待ちでね、あの加速、一速で加速し始めるときとか、前私走ってるんですけども、後ろからもうものすごいですね、テンションが上がるような排気音が、マフラー音が聞こえてきます。ただね、やっぱり 1000cc10 だから 1000cc なんでしょうね、きっとね。すいません、ちょっと詳しくないですけど、あの10なのでガソリンは200キロぐらいを目安に入れたいということでした。私はこうやってツーリング、長距離ツーリング出るときは350ぐらいはいけるかな。まああんまり昔の VTR だと、燃料ゲージなかったんで、もう本当距離数見ながら気にしてたんですけど、まあCBR250WR はフュエルインジケーターついたんで、このインジケーターを、まあ、見ながらですね、その都度、まあ、入れるようにしてます。ただ北海道の場合1回中山峠じゃないや、予定山いいですね、1回、人里町を離れると本当に40キロ50キロ次の町がないっていうこともザラですし、まあ、その町にガソリンスタンドも今やっぱり人口減少、少子高齢化でスタンドも閉めちゃってる、1店舗もない町もありますんで、まあ、そこら辺はやっぱり距離とかをマップ見ながらですね、気にしながら走った方がいいと思います。 VTR 時代に、ね、ロングツーリング中に2回ガス欠経験してます。高速道路の途中でガス欠、次の町の2キロ手前でガス欠、2キロバイクをして歩くのはきついですよ。まあその時も上り坂あって、まあ、250cc 乾燥重量200キロ以下とはいえ、まあ、バイク2キロ山を押して歩くのはしんどかったですね。あれ1時間ちょっとぐらい押したのかな。なのでですね、まあ、いらないガス欠は本当経験しなくていいので、まあ、早いから JAF を呼ぶのもちょっと申し訳ないなと思って、 JAF ね、本当は JAF とか保険のロードサービスでガソリン持ってきてくれるんですけど、まあ、バイクをしました。だから皆さんも注意してください。はい、道の駅豊浦、で初めてのトイレ休憩とコーヒーブレイク取りました。今度先頭入れ替わって MT10 の先輩が先導することになってます。圧倒的な加速力ですね。やっぱり、まあ、250の約4倍、もう本当マフラーもいい音してますし、加速はすごいな。やっぱりね、男性は憧れちゃいますよね、リッターバイク。いやでも自分が乗ったらパワー持て余しちゃって乗れない、まずパワー引き出せないし、まあ、多分こけるんじゃないかな。でオーバースピードで曲がれなくてオーバーラン、まあ私は CBR、 生涯 CBR でもいいかな。こうやってね、まあ一泊のキャンプリングぐらいだったら荷物もうビッチビチですけど詰めますし、まああとね、あの前の MT10 みたいにサイドバッグも、ソフトタイプのサイドバッグも付けれると思うんで、まあそれ付けてあげれば、まあある程度北海道ツーリング何日間かかけてしようと思ったらできると思いますしね。
なぜあとやっぱり北海道ツーリングするにあたってガソリンの燃費っていうのも重要です。まあMT10 聞いたら200キロぐらいで燃料給油しときたいなって話だったんですけど、まあ、私はまだまだ今、ガソリン入れてちょうど100キロですけど、まあメーターフル100キロでまだゲージ満タン入ってて、使った燃料は 2.8 リットル約3リッター、タンクが14リッターだからあと11ありますね。まだまだいけます。まだ朝ごはん食べてないと、朝ごはん食べてないんで、まあブランチとして八雲町にあるハーベスター八雲というところに行って、そこでお食事をしたいと思います。とっても綺麗なところなんで、またその時、ちょっと映像でお送りしたいと思いますね。国道235線走ってですね、おしゃまんべに入りました。おしゃまんべ、内浦湾沿い、ここからですね、国道は海に沿って走っていくんですけど、このカーブ、跨線橋曲がったですね、海、広瀬すずちゃん町に、綺麗、綺麗だけど、ちょっとやっぱり霞んじゃってます。本来、まっすぐ先に、今日目指す、函館のちょっと上の方にある、大沼公園、そしてその公園に沿って駒ヶ岳っていうですね、また綺麗な山があるんですけども、その山が本来こっちの方かな、見えるはずなんですけど、もやっとしちゃって見えてないですね。いや夏ですね。6月上旬の北海道にしては今日はちょっと平年よりも暖かいと思います。でね、インカム残念ながら前の、MT10 とつながってないんですけど、せっかくなんで、携帯電話とつないで携帯電話に入ってる音楽聞いてます。まあ、今までバイクに乗って風切ってんのに音楽聞くなんてどうかなと思ってたんですけど、案外いいですね。まもなくですね、おしゃまんべのダウンタウンの手前の交差点です。今日はバイパス、左に曲がってバイパス、5号線のバイパスに入りますが、まっすぐ行くとおしゃまんべの駅になります。で、おしゃまんべの駅の手前ですね、この信号から100メートルぐらい行ったところですかね、道の駅の、駅の駅弁のカニ飯売ってる金屋さんあります。 MT10 の給油タイムです。 CBR まだ行っちゃっていいかな、念のため入れとこうかな。八雲の町、札幌から来ると八雲の町抜けてですね、間もなく、ランチタイム、ハーベスター八雲に到着します。右に曲がります。ね、これまだ小さいですけど白樺並木、綺麗。どうですか、いいですね。
フライドチキンの匂いはするけど、まだやってないのかな。車が少ないぞ。痛恨の録画しっぱなし。やばい、 SD カードの。ハーベスターヤクモでランチタイム、結構1時間20分ぐらいいましたね。なかなかソロツーリングだとこんなに昼休み取ることないですね。まあ、男2人でオーシャンビューのオープンテラスで、可愛くランチしました。ここからですね、ちょっと八雲の町の方まで戻って、国道277号線雲石峠を通ってですね、温泉入りに行きたいと思います。相変わらず天気は最高です。